大丈夫。大丈夫。これくらいなら心地いいからね。そうですね。気持ちいい。あ、痛い。これね、痛い。ああ痛い。ああ痛い痛い。ああやば。死んじゃう。胃がかなり。ここが。ここが。ああ痛い痛い痛い。ああ。ああやばいやばい。痛い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 。痛い。ああ痛い。やばい。ああ、死んじゃう。なんか一回病院に行ったことあるんですよ。はいはい。で、あの歩き方が、うん、あのなんていうんですかね、変なんですよ私すごく。で、そのせいで、あの立ち仕事を一日するだけで、来ちゃうな足に。そうなんです。ずっとやってるともう立てなくなっちゃうぐらいダメなんで、でしばらくずっとその立ち仕事とか避けてたんですけど、うん、でも今回久しぶりに立ち仕事をしてるんで、あ、そっちじゃないです、その足の裏のなんていうんですか、中のところっていうか、かかとの上、もうちょっと、なんだろう、中側、そっち、そこがすごく腫れちゃうんですよ。ここなんかあるね。はい。そこになんか、ここって、うん、あるある。すごい出てくるんで。痛い。あー。痛い。まだでも1日明けたからですよ。水曜日、木曜日、木曜日ですね。昨日はもう、やばかったですね、私の裏。だから歩き方変えたりとか、ストレッチしてくださいっていうふうに言われてるんですけど、ストレッチはできるんですけど、歩き方がちょっとどうしても変わんなくて。はい。ああ。すごい。痛い。むくみがすごい。痛い。マジ。ああ。そうですね。むくみもすごいですね。やっぱり。痛い痛い。ああ。今日やばいですね。本当に痛い。あすごい。疲れが溜まりすぎて。すいません。いや、大丈夫。大丈夫ですよ。
ちょっと部屋暑いじゃん。そうでもない。暑かったらないです。暑かったり寒かったり言ってね。はい、締め付けられすぎて。昨日スタッフの人とか履いた、また昨日は大地か、履いたまま車の中で仮眠とかしてたんで。足はパンパンだなとかって思いながら一日中過ごしてます。今日はちょうど良かったかもしれない。ああ、そうですね。撮ろうと思ってもう忘れちゃった。ん？ビフォーアフターの写真を撮っとこうと思って忘れちゃいました。手が痛い。
むしろ痛くない人いるんですかね。これくらいだったら全然痛くない人もいる。本当ですか。うん、やっぱこのセルライトちゃんがね。ああ。でもそこまで強くやってないから。もうそれ以上強くやったらなんかもう死んじゃいそう。基本的に内股みたいで、うん、そうだね、歩くとき結構内股だよ、うん、で、かかとから歩かないで、なんていうんですか、足のつま先の方からついてるみたいで、うん、足を。ああ、それはよろしくないね。はい。足音立たないように歩くのが癖なんですよ。忍者じゃん。これの方が気持ちいい。気持ちいい。多分その皮膚に触れてる面積が広いからね。広いんで。うん、
足が伸びそう。なんか右の方が伸びてる気がします、うん、足。足自体伸びないと思うんですけど、なんかパンパンぐらいが違うみたいな。あ、痛い。はい、じゃあ逆やっていきますね。はい、お願いします。仕事は連絡して、ここ始めたんで、腕にかけなくなっちゃったんですよ。自分の手に。そうなんか。あ、でもまだこう。上の方なら、長袖って言うと隠れるんじゃないかな。手の毛だと隠せなくなっちゃって。見えちゃうとね。そうなんだ。髪の毛も、この色なんで、お団子にして全部中に入れちゃって、隠しとくんだ。そうです。忍者だね。すべてにおいて隠す。絶対これね。ほぐれてくると痛いみたいな。奥に入ってくると。
たい。なんかマッサージ師さんって自分でやってもらうとかってないんですか？いや、やってもらったり、まあ受けにも行くけどね、自分で。ああ。うん。あとは店だったらスタッフ同士で練習やったりとか。ああ。なんか疲れが溜まっちゃってやってもらうみたいな。それもあるし。あとセルフケアも。あできるからある程度、うん、自分で揉んでもいいし電マ使ってもいいし、痛い。
覚えてらっしゃるんで。よし、じゃあうつ伏せの足は、はい、こんなもんかな。はい。ひどいんで、角化症ですよね、乾燥肌っていうか。まだ今年はもらってないから前に行かなきゃいけない。
すごい気持ちいい。こんな平気？なんかスーッとその肩に。すっごい気持ちいいそれ。背中も丸まってるし、本当にいいんじゃないかって思ってね。なんかコソコソしてるみたいな歩き方してる。
では大丈夫。大丈夫。ちょっと、あ、気持ちよかったなーって
すごい眠くなってきたところで、こう、お酒きつが、予感した。お肉が全部なくなったら細くなりそうですよね。なんかこう骨格っていうか、うん、あ、やっぱ小さいですよね。身長は小さいから。そうだね。自分でわかるんですけど、あ、こっからここまでなんだみたいなのわかるけど、その周りについてるものが多すぎて絶望するっていう。なんかしばらくなんか傷の癒着、あの手作りの傷の癒着で、こう寒くなるとどうしても痛くなるんですよ。なんかどっかに筋肉が収縮して引っ張られちゃって、ずーっとしばらく傷が痛くて死んでますね。ここ最近寒い日は急に寒くなったし、ずっと雨だったからね。そうだね。なんか意味わかんない生理不順だったりとか。
座ってるせいですかね、痛いの。痛い。多分ね、お尻ね、だいぶ。痛い。座椅子のせいだなとかって思って、でも座椅子に座って姿勢が悪いんですよね。これなら心地いいでしょ。気持ちいい。お肉が動いてるの分かりますね。激痛の予感がします。痛い、それ痛いです、めっちゃ痛い。あとなんか、うん、そうやってやったりとか、うん、こう伸ばしたりとかっていうのを交互にやりなさいって言われて、ここ伸ばすとここは伸びるから、はい、うん、痛い言いながらやってます。休憩中もできるだけやるようにして。そうだね、時間があったらやった方がいい。こっちでも痛いのね。痛い。
痛い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 。まだ名残で痛いです。ダイエットダイエット。今日、すごい痛みに弱いですね、痛い。えっ
いつ前より、あいつ前より痛そう。痛い。前こんなじゃなかった気がするけどな。なんか今日ダメです。痛い。肺が痛いの。多分疲れてるせいで痛みに耐えられないみたいな、うん、痛い、はあ、普段はまだ耐えられるんですね、うん、痛い、耐える気力がもうなんかない感じですね。足が死んでる。逆に痛くて疲れてきちゃってもうダメですね。足がやっぱかなり疲れてるね。前はこう、あと立ち仕事はやってから、そうですね、うわすごい乾燥してる。そうなんです。
これはいくらか軽めだけど今日。本当ですか。こっちは特に痛いです。あー痛い。足を回っていきます。
なんかローズいい匂いする。うん。
ツツツツないから。
足も硬いな。超硬い。こっちそうでもなかったよ。ここすごいな。